ヤクルト初戦ナイスゲームでした。今日はやっぱり青柳くんのピッチングにつけると思います。初回2点取ってもらって、初回にピンチ、ツーアウト満塁、まあ、ここの、長尾くんを三振取ったボール、外のスライダーかカットかもうナイスボールでしのげたとこが、今日の青柳くんの9回までのピッチングに生きたと思います。これが1点でも入ってたら、また今まで通り悪い流れで今日もかっていうイメージになりそうな、まあ、フォアボール2個出して、そこをしのいだことによって、まあ、今日の青柳くんの8回までに、まあ、14個のゴロアウト、そういうピッチングができて、まあ、ヤクルト打線にほとんどタイミングは合わない、まあ、ヒットも3本しか打たれてないけど、そういい当たりもあったけども、そこをしのいだっていうのがもう本当に今日のピッチング、もう本当に青柳君の、まあ、ベストのピッチング、バッターのタイミングを外してクイックで投げたり大きいホームで投げたりということができてたんで、まあ、ヤクルト打線がほとんどタイミング合わないで打たされた、打ち取ってはなくて打たされたっていう風に言った方がいいくらい あのピッチングに見えたし、ナイスピッチングだと思います。打つ方も、まあ、本当に初回のツーランは高梨君の抜けたフォークボールを大山君が失敗しないで、まあ、ホームランにしたっていう、まあ、この2点の昨日も、まあ、先制ずっとしてるんですけども、それを青柳君が本当に頑張って8回まで投げてくれたっていうのが、まあ、今日の理想で、まあ、ダメ押しのスリーランが出て、まあ、そういうゲームでナイスゲームで本当にゼロに抑えて勝つ、まあ、それしかないかなって言ってるのを青柳君がやってくれて、まあ、僕としてもホッとしてます。まあ、打線的に言うといろいろあるんですけど、やっぱりノーアウト出た時の4回のロハスがフォアボールで出て、中野くんが、まあ、打てでサードの強い当たりでダブルプレーにならなかったけども、やっぱりそういうところの攻撃のこうやっていくことが、それじゃあちょっと野球は、まあ、なかなか点数入らないと思う。やっぱり常に言っちゃ悪いけども、セカンド、スコアラーポジションにランナーを置くっていう前提で攻撃するのが、相手のバッテリーにすごいこう威圧感を与える、ヒット1本で1点取られるってことを、もっともっとこう僕は阪神にはやっていかないといけないかなと、ここまで負けが込んでて、やるべきことは常にスコアラーポジションにランナーを、例えばワンアウト、ツーアウトでも、そこに置いといて1本のヒットで1点を取るという野球をやっていかないと、なかなか連勝とかにはつながっていかない。1番塚本、2番中野の時もやっぱり足が速いからダブルプレーがないからじゃないよね。それはもう去年も言ってるけど、セカンドゴロでセカンドフォースアウトやったらワンアウト1塁で常にセカンドにはいけない。今はそういう野球が多いので、その辺をもっともっとこう考えてやっていかないと、なかなかその1点取るのが厳しい野球をやってるんじゃないかなというふうに、僕は毎日こういうふうに評論してますけど、今思ってるところです。今日はそれ以外は本当に完璧なゲームで進んだと思う。まあ、ホームランも2本出て、ロハスも本当にいいところでスリーラン打てて、ダメ押しが出て、青柳君が自分のリズムで9回まで完封できたっていう、本当にナイスゲームができたと思います。もう佐藤君もツーベース常に打ってるし、まあこれは、まあヤクルトのピッチャーかというと、佐藤君の一番ヒットの打てるボールを投げてるってことだよね。フォークボールのストライクゾーンに来てるボール。それを失敗しないで打てるところが、佐藤君のバッティングの良さでもある。決して甘いボールじゃなくて、結構外寄りの難しい低いボールをライト線にツーベース打てるっていう、その能力の高さが今日が見えたツーベースかなと。で、まあ4番にもホームラン出たし、もう理想的な今日は試合になったかなっていう感じで見てました。こんなのはなかなかそういうゲームはないので、やっぱりどうやって1点取るか。まあ厳しく言えば、ワンアウトでもセカンドにバーンとして1本のヒットで返すぐらいの野球をやってほしいなと、ここまで負けが混んできてるんで、常にそう思いながら試合を見てます。まあ、これを生かして明日は連勝という感じで、これを続けてほしいなと思います。いいと思う。やっぱりこれが中野が2番にいると足速いからって打ってしまうね。こう右バッターで熊谷君がいるとバントもね今日もしたし、そういう方が、まあ、結果的に自分の何十年やってる野球の中で2番っていうのは右バッターがいいなと思ってる。
なぜかっていうと、まあ、近本君みたいに走れるランナーがいると、左バッターだと盗塁しても見えないで振ることもある。んで、こう、右に打つっていうのは、左バッターよりも右バッターの方が打ちやすいっていうのもある。左バッターが無理やり一、二塁間に打つと、ポップフライになるケースってすごい多い。こう無理やりこう、ドアスイングみたいに打たないといけないから、それよりも、右バッターの方がこう、追っつけやすいんで、インコース来ても、セカンドゴロは打ちやすいんで、僕の野球は、これ個人一人ですけど、2番は右バッターの方が理想かなとは思ってるんです。まあ自分がそういう打順組むんであれば、2番にそういう技術のある2番を置いてやろうとは思ってます。左だと、例えば単独、まあ近本とかノーサインで走ってもいいっていうランナーがいると、走った時に左バッターって見えないからいいボール来たら打ってしまうこともある。それが技術のある、まあ、阪急の大隈さんっていうバッターがいたんだけど、エンドランかけても、大隈さんの場合は福本さんがスタートが良かったらエンドランでも振らない。いうふうな野球を僕は教わってきたんで、だから右バッターの方が2番は理想的かなと思ってます。なら今日みたいに、まあ、9点2試合目だけど、熊谷君が右にいる方が右に追ってきやすいし、ゴロを、セカンドゴロを、まあ、右バッターのこう追っつけて打ちやすいっていうのが、こう、自分の中で理想だと思ってるんで、だから今日で言うと、その方がいいかなと。でもやっぱり、熊谷君足が速いけども、やっぱりゲッツーも右バッターあるんで、やっぱりバントをこう、刺したくなる方が、今のチームの状況で言ったらいいのかなという。まあ、近本君でもバントすれば、中野君でもバントすればいいんだけども、なかなかそのバントっていうのは、ノーアウトで出てもやらないケースが今多いので、で、今、佐藤君もだいぶこう、いい感じで打ってくるようになってるんで、そうすると、フォアボールも出るし、4番にもっとチャンスも取るし、そこでヒットなりホームラン出ると、大量点になるっていう考え方の方がいいんじゃないかな、自分なりに考えてはいます。常にやっぱりセカンドにランナーがいる状況を作って野球やった方が、もう本当に相手にこうプレッシャーを感じる。まあダブルプレーがないからじゃなくて、ダブルプレーじゃなくてフォースアウトがダメなんです、セカンド。いくら足速くても。打ったランナーはセーフになるけど、一塁にいるランナーはセカンドでフォースアウトになるわけ。そうじゃないのね、野球は。で、次じゃあ盗塁してセーフになるかって保証もないし。まあ、それよりも1、2番で足速くても3番、4番はなんで3番、4番にいるかってやっぱりチャンスに強いとか長打打てるとかでいるわけだから、やっぱりそのバッターのところに常にそういうチャンスをこう置いといて打席に立たしたらフォアボールも出てくるし、そういうふうになると、まあ今日みたいにホームラン出れば大量点になるというのを考えながらこう野球やった方がいいんじゃないかな。もう理想なんか理想というか連打連打なんてなかなかないんで、常にヒット1本で1点取るっていうのを目指していくって初めてこう大量点になるんで、まあその辺は今年はこう盗塁も少ないもあるし、だからそういう点数につながらないのがあるよね。打ったら本当にトップフライでワンアウト取られたり、今みたいにセカンドでフォースアウトになったりいうケースがすごい多いので、ノーアウト出ても、まあ、策ないのが、今までの、ここまでの野球じゃないかなと思って見てるんですよ。皆さんからのコメントに答えたいと思います。まあ、これは、球団で、考えて取るっていうことを、が一つ、まあ、前も僕も言いましたけど、僕は日本人で抑えのピッチャーを作りたいっていうのでずっとやりたいっていう監督には言ってきました、星野さんにも。まあ、なぜかというと、やっぱり良くなると外国人の場合は辞めていくんで、そうするとまた新しい選手を呼ばないといけない、まあ、これが一つ。あとは今みたいに9回だけっていうことがなかった時にやってたんで、やっぱり三振取れるっていうピッチャーをするっていうのが一つ。やっぱりツアー、ワンアウトサードで8回に出てきたり9回に出てきたりするって、まあ8回になるんですけど、そういう時に抑えてやってたんで、今みたいに9回だけってことはなかったんで、日本人でやらすとかそういうのは三振を取れるピッチャーを抑えにするっていうのは一応基本
みたいな感じで考えてやってきました。だから楽天の時に松井にしたのはそういうことも一つあります。最終的には松井が来るまではラズナーを先発で使ってたんだけども、候補がいなくて、まあ、ラズナーに抑えをやってもらったっていうケースもありました。藤川球児の場合は僕のいる頃は先発で使ってたんで、まあ、岡田監督になってからそのボールも速くなって球児がまあ抑えになって成功した一人であるんですけど、やっぱり僕の中では日本人で育てた方が長く、まあ、日本にいてくれるっていう考えがあるんで、まあ、日本人でやりたいっていうのは、でも今質問の中で弱いとか強いはこれは慣れなんで、例えば今ロッテの松田君ってやってるんですけど、彼もめちゃくちゃこうハートが弱いピッチャーで、もういつもフォアボール出して失敗してたピッチャーなんです。でもそれが何十セーブをすることになって自信がついて今の増田君になるわけです。ピンチでも抑えれるように、それが経験であって自信であって力になるんで、今みたいに弱いからどうのやって、それはもうその選手に経験させて実績をつかめたら自信になればいいのが出るってまで我慢できるかどうかのことになっていくんです。もう増田君なんかでも一緒にこう、まあ、コーチやってて見てたけども、いい先生がかみなってくると自信になって投げれるっていうのをそのコーチ監督が見てやらないといけない、まあこいつにするって決めたらやっぱりある程度目をつぶんないといけないところもあるし、楽天の松井なんかもそうだけども、やっぱりフォアボール出すけども我慢して使っていってコントロール良くなったら、まあ、あれくらいの成績を収めてくれるっていう。僕だったら今阪神だったら今中継ぎでやらしてる湯浅君とかでもう目つぶって育ってるんだったらいいかなと思ってますということです。プレッシャーというのは自分じゃなくてその勝ってる先発ピッチャーに勝たせてやろうというプレッシャーがつくわけ。それが同点になったり逆転されたり、その先発が7回8回まで投げてくれて自分が逆転されたら嫌だなというのがプレッシャーに感じるだけ。その先発ピッチャーに勝ち星をつけてやりたいっていうんで、まあ、抑えになってるんで、チーム勝つのも抑えだけども、でもやっぱりその先発のピッチャーに対して、勝ち星をつけてやりたいっていうプレッシャーがすごい感じるっていうことで。慣れなのよ。まあ何十試合も何年もやってると、そういうのを感じなくなってきて投げれるけど、やり始めはやっぱりそのプレッシャーに負けることもあるのよな。抑えないといけない、抑えないといけない。後から投げるピッチャーってなんでそのフォアボールの1個が難しいかとかすごい出てくるわけよ。まあ先発だったらフォアボール出してもゼロに抑えればいいって思うけども、そのフォアボール1個出しただけで同点になるとかいうランナーだったらすごいプレッシャーが感じるわけよ。そういう違いだけだな。だからまあ中継ぎで1イニングしか投げないけど、その1個のフォアボールがヒットと同じくらいのプレッシャーが感じないといけないわけ。まあ、常にみんな不安を持ってマウンド行ってると思うね、一点差とかは。あれもだから本当に簡単に抑えるときはそんなにこう打たれないし、すんなり抑えるときあるのよ。でもその3人アウト取るのがめちゃくちゃ難しいときもあるのよ。たった3人、うん、それも1回しか投げないんだよ、うん、その3人がめちゃくちゃ難しいときもある。いいときは全然気にしないでポンポンって3人抑えちゃうんだけどな。もうそれはもうやった本人しか分かんないと思うけど、うん、俺のやった時は7、8、9だったからね。今のピッチャーみたいに9回だけじゃねえから、3回投げないとセーブつかなかったから。4点以上は今みたいに9回だったらもっともっとセーブできてたよ。